こんにちは、スワボック監督と申します。ウイニングレブン2019マイクラブ実況プレイヤー始めていきたいと思います。いつもね、僕このフェルナンド・サントスのオフェンシブ戦術1の方でね、やってるんですけれども、こちら今日はねディフェンシブ戦術の方でやっていきたいと思います。ウイレこそ生活さんから、ディフェンシブ戦術にしてカイ・ハフェルツのところをセンターミッドフィルダーにしたら守備がカチカチになり失点なんてするもんじゃありません。その代わりビルドアップがロングパスになるので少し攻めにくくなるかもしれません。これ最強なのでポッカン徳さんが使って強さを示し視聴者の皆さんにも伝えてあげてください。チャンネル登録しておきますということでね、ありがとうございます。ちょっとね、まあこれね強いというまあ噂なんですけど、まあ果たして強さを示せるかという、まあ、その、ね、疑問はあるんですけれども、ちょっとこれね今日はディフェンシブ戦術でやっていきたいと思います。で、まあ、セカンドスカットでここをこのダニパレホを使っていきたいと思います。はい、ということでいきましょう。はい、それではね試合の方をやっていきたいと思います。まず相手の方のレートから見ていきたいと思います。現在レートの764の方、68試合か、めっちゃ少ないですね。勝率が 47.1% ということで早速いきたいと思います。うちも見ていきましょうか。レートの方が777、試合数が527試合やって勝率 46.9% ということでいきます。はい、ということで戦術プラン2でいく。でもこれ今日バッペがちょっとダメですね。パイエ使おうか。パイエをロナウドな、どうしよう。レッドミッドフィールダー、これは間違いない。これセンターミッドフィールダーにして、ここをダニパレを、これでいきたいと思います。マラノーナちょっと今日は控えとこか。で、あとカントでしょ、アーノルド使おうか。で、ロマニオリこうしよっかな、これの方が強そうですね。で、OK、バンバンでしょ、 OK、 ナイスです。ナイスってあるのか分からんけどな。何がないですよね。ディフェンシブをこれアーノルドにつけて、偽サイドバック、あとはカウンターターゲットね、どうしよっかな。バンバとあともう一人サイドがね確かいなかったんですよね。変えいなかったっけ、なんかいなかったっぽいんやけど、ベンチに。あ、インシーニエがそうか。どうやろう、ダニパレホのところをつけてもいいかな。これちょっと微妙な気するけどな、つけてみるわ。はい、ということでこれでやっていきたいと思います。あとはキッカーでも変えとくか。ロングもショートもフリーキックといえばもうこのパイエにね任せるという形でいきましょうか。はい、そうします、ゴー。はい、それではね試合の方やっていきたいと思います。雨降らしてるんで。はい、川崎フロンターレ VS ボッカーのゲームチャンネル、舞台はエスタディオエルコルピオ、何てかな、分からんけど、まあ行くわ。雨降っとる。OK。いや、ちょっとピッチコンディションめっちゃ悪いから。まあ、いっか。相手のメンツ全く見てない。さあ、オナナ、今日もキャッチングナイスです。実はオナナね、ちょっと。おお、おい、チアゴ、チアゴ。この試合、どの選手に注目していますか。いやー、ちょっと戻られ、やばい。ブリントが攻めてきたぞ、ブリント足遅いのよ、確か。僕はそれは使って知ってるはず。ほら、よし、その空中は大丈夫。あ、ちょっとこいつ、やめろ、危ない。おお、危ない。そうですね、適度に攻撃に変化をつけるしかないですね。ちょっとやりにくいな。さすが雨。よしよしよし。よっしゃ、行こう。一気にパス。カンテ、カンテから、あー、ちょっとカンテ。打てそのまま。たまにはカンテにも決めさせたらな。サパタ、ちょっとルーズになる。はい、あー、なんで？なんもこれファールの様子ないと思うんだけどな。いつもというかたまにこれ吹かれるような笛。やっぱり押す？細かくパスをつないで攻め込んでいきます。危ない。よし、危なくないけどね。ちょっと相手も慌ててますね。パレホ、パレホ、体を張る。ダメダメ。サパタ。オッケー。さあ、キッリーに行こうか。そこ行こう。カンテ操作しとこう。サイドから上がります。さあ、シュート。ほい、ダメ。やばい。よしよっしゃ。川崎は。ちょっと僕のミスが目立ちすぎてね、強いのかどうか分かんなくなってきたな。はい、やばい、やばい、危ねえ。セットプレー、セットプレーはもう強さも何もないもんね。危ないぞ、気をつけろ。よっしゃ、いいぞ。はい、
うわ、出され、超やりにくいな、ほんま。ボールの奪い合い激しいものがあります。さあ、ここでカウンター、いけるか、パレホかい、これ川崎は今見てエンターセットだと、ロナウドかと思った。あ、起き上がれ、起き上がれ、起き上がれ、ますよね、非常にコンパクトですね。よしよし、見てる見てる、大丈夫、サーパタ、こうやろ、見てる見てる、大丈夫や。サラからドゥバン、サパタ、よっしゃよっしゃじゃないな、サパタって先発で出してくるね。さあ、カウンターのチャンスになります。スルーパス、クリスティアーノ・ロナウドからベンゼマ、さあ、いける、いや、いけたか、ナイス、よし先生、この先生は大きいで、ね、僕ね、実はね、何回かこのね、フォーメでやってるんですよ、フォーメーション、フォーメーションというか、まあ、戦術プラン2でやってるんですけど、チェケ、あ、まあ、あ、強いなというふうには思わないんですけど、ただ結果はわりかしいいです実は。これ使ってる時、いけ、あ、いける、いける。で、僕はそんなに守備、攻めづらさみたいなのも感じなかったですね。これ実は。今ちょっと攻めにくいけど、雨降ってるし。オッケー、行こう。ここは中に入る。カウンターを仕掛けていきます。スルーパスを出す。仕掛けるか。おら。ロナウド頼みやるな。まあ、ただメインでやった時はそんなに機能しなかったんですよ。でサブでやると結構、まあ、ロナウドが おるからかもしれんけど。じゃメインはメッシとかでロナウドいないんだよね。いや、綺麗なカウンターでしたよね。危ないぞ。よし、ナイス。あ、来た来た、バリアス、危ない、うおー、危ねー、結構いい攻撃やったね。さあ、3点目狙いに行きましょうか。いい状態でシュート打ったんですけどもね、今日ちょっとね、喉変なんですよ、ね、喉変という、喉変って言い方おかしいな、声変なんですよ、そうやな、声やないける、パレホン、ダメか、それはちょっと一直線だ、来た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 、よし、いいぞ、あー、なんでやねん、なんかコントローラーからこのなんていうの、地面の重さ、地面の重さっておかしいけど、芝の重さというか、なんかコントローラーから伝わってくるような感じがあるんですよね。雨、雨、僕今作でも雨やんの初めてかもしれない。おら、ねえ、パイエ、大丈夫だよ、周り俺大丈夫や、なんでやねん、誰にパスしてんの、オッケー、カウント、さすがです、カウンターを仕掛けます、うわ、鑑定、まあ、やばいやばい、うわい、お見合いごっこ、お見合いごっこちゃうよ、ごっこってね、お見合いや、あ、やばい、おい、危ない、おるおる、ああいうのテクニックな。そういえばね、今ちょっとパッと思い出したことがあるんですけど、まあええか昔一回サッカー見に行った時の話なんだけど、一回というかガンバの試合ね、一回見に行った時、清水エスパルスのなんか試合やってね、おら、ダメか、なんかあんな感じで画面の前で選手がミスってる場面を見たんですけど、結構ええみたいな、子供ながらにちょっとびっくりしたんですよね、プロってミス、ああいう感じのミスすんのよみたいな。セルティック、高いディフェンス、ベンゼマ、 OK、 はい、前半終了2対0ということで、まあ、後半このままいきましょうか。はい、それでは後半戦やっていきたいと思います。まあ、あとはね、もうここからはちょっと、まあ、なんていうか、リードしたあれを生かしてというか、いける、パレホ、何やこれ、うまい、うまいパレホ、いいよ。で、まあ、このね、センターミッドフィルダーの位置にパレホをね、まあ、使ってるんですけど、結構ね、このパレホがいい感じなんですよね、当たってるんですよ、あんまり、うお、危ない危ない。今まで、まあ、このセンターミッドフィルダーというポジションの選手っていうのは、ポジション自体ないんで、OMF なんですね、普段は。使ってこなかったんですけど、結構いいっすね。いいっすねっていう言い方が変やけど、いいっすね。いいっすね。ああ、やばいやばい。アホなこと言うとったやばい。よしよしよし。硬いかな、これ、守備。どうやろう。パレホ、さあ、一気にカウンター。硬いような気もする。うお、やばい。やばいやばい。いけるか。よっしゃ、ナイスバラン。いける、バンバ、バンバ、オラッ、ダメか、
まあまあそれはあり。ちょっと選手変えたい。そろそろでもスパサブ軍団投入しよう。今週スパサブ軍団結構調子いいからな、みんな。あ、やばい。あ、やばい、やばい。やばい、ちょっと、カーソル変われへん。やばい。やられた。おい。おかしなことになりかけた。おい。危ないぞ。ナイス。おいっす。やばい。なんだこいつ。めっちゃドリブル大きい。うわっと、まぜ。あ、危ない。あ、失点するわけにいかへんね。ほら、守備強いでしょって言わなが。さあ、ここでカウンター。オッケー。川崎としては先ほどから前線の選手がほとんど守備に参加してないんですよ。いいよパレハ、走るよ、走るパレハ、おら勝った。あーでも惜しい。おい、ちょっと雨でとんま地面悪い。ぬかるんどる、ぬかるんどる。長いボールを送ります。オッケー、いいよパレホ、ベンゼマ、ベンゼマフリーになっている。ナイスやけど惜しい。目の前にボール来たけど、ああ選手変えたいって言ってた、忘れとったわ。63分やどうなってんの。ボールが全然出へん。これがウィーレ、ちょっといけ、オッケー、ナイス。硬いな守備、そこそこ。オッケー、あマジで届かなかった。待て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 、カンテ行き過ぎ行き過ぎ。マトゥイディア、ちょっとやばい、ちょっとやばいぞ。オッケー、オッケー、そいつ何とかして、何とかして、危ないぞ、よいしょよいしょ。おいパイエ、選手変えたいな。ボール出したのかこれ、わざと。あ、もう出した方がよかった。よし、待って、うわ、取る、ドラー、なんだそれ。はい、パレホ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 、あよし、ダメか、ダメか、オサイだな。倍返します。どうだこのシュート、惜しい、パレホ、あかん、出えへんボールが。川崎としてはなかなかいい形が作れませんよね。え、パイエがいた。オッケーオッケー、まあ、ちょうどいい感じで切れたわ試合がな。おいポーズやった、あかん、もう選手変えたいって、ほんまにしんどい、しんどい、みんな疲れとる、正直しんどいやっとる。待って、サポタ、あかん、集中も切れてきた。あかん、やりすぎやりすぎ、そういうのやめよう、そういうプレーやめよう。危ない、ちょっとサロモンロンドンやったっけ、ちゃうか、合ってるか。さあカウンターを仕掛けます。来た、ちょ、ローナウドや。うわ、おい、まずいね、これはまずいね。 OK、え、ちょっと待って、おかしいおかしいおかしい、ちょっと一回出すわ。あ、出されへんよこれボール、なんでどうなってんのちょっとさっきから結構大きいクリアをタッチライン割るように蹴ってんねんけど切れないという。おい、危ない、入ってしまった、最悪守備硬いでしょって言われへんかった。まあでも結構まあね、このいいシュートでしたね、フォーメーションでやっていって結構まあ結果はほんまにいいんですよね。で負けてる試合っていうのがこれレフトサイドバックになっとる間違っとった、負けてる試合っていうのが800後半の人とやるとほぼ確実に負けるんですけどまあでも同じ700台やったらほぼ勝てるみたいな感じでなんか今なってる、なってるって言ったらおかしいから、だからおい、結果自体は出てるという。であんまりでもね、フォーメーションとかで僕はあんまり強いっていう実感湧かないタイプなんですよね。コンセプトアレンジつけたからこれちょっと強いんじゃないかみたいなとか、あんまり実感湧かないタイプなんで何とも言えないんですけど、でもやっぱり結果がだからまあ結果で、ね、判別するしかないんですけど、まあ、確かに失点、ここ守りたいっていう時はところでは結構守れてるかなと。まあ、例えば、まあ、1点差ゲームを結構ものにすることができるようになったと。ちょっとキッリーに疲れてるな、ヘトヘト今、ヘトヘト、おい危ない、ちょっとおい、こいつはやばい、よし行こう、一心に行こう。あ、待って待ってさ、待ってさ、よし、スルーパスを出す、うわ
うわ、ちょっといいシーン。あ、はいはいはい、OK。はい、ということでね、4対1。まあ、同じね、レート帯なので、そこそこ強さ見せられたんじゃないかなと思うんですけど、まあ、ただね、800後半とやると、2回ね、今までは800後半の人と当たったんですよね、このフォーメーションで。当たったんですけど、両方とも、前半のうちに3点取られてしまって、で、まあでも結局ね、リセットじゃないわ。なんていうやろ、前半で終わることもなく、一応ね、前後半全部フルでやったんですよね。まあ、ただ3点差ついてるから、相手のなんかモチベーションみたいなのもあまり高くなかったような気はするけど、そこからは1失点もしてなかったんで、まあ慣れたら強いのかなみたいな、ちょっとまあ分かりかねますけどね、そこは。まあロナウド強いな、やっぱり。単純にスランプとかになった時、勝てなくなった時に、まあ、ロナウドみたいな、単純に決めれるやつがおると結構楽ですよね。まあスランプになってるわけじゃないけど、逆にメッシとかってなんかちょっとこねたりしてなあかんから、なんかいまいちな気がするんですよ。でもヘディングで直接決めてほしかったな。パレホ、パレホいいな。ダニパレホな、美しいで、今シーズン何やかんやでパレホってずっと活躍しているというか、まあコンディション安定度じゃなくて、ライブアップデートの、まあライブアップデートで結構調子 A とかになってること多いんですよね。だから比較的まあこのスカッド、まあうまい具合にできてるんかなっていう気がしますけどね。あ、そうそう、ロナウド怪我したけどな。なんか軽傷、まあ軽い怪我やと、言ってるみたいですけど、まあ果たしてどうなのかという、ちょっと不安ですけどね。めっちゃ声変やけどな。花粉症なんか風邪なんかよう分からんような感じ。ただ咳いっぱい出るから風邪なんかもしれないですね。まあ軽い風邪ぐらい。軽い風邪ぐらい。まあまあまあ。そんなにしんどくはないですけどね。まあ喉鼻、もうこれがね、ちょっときついですね。喉鼻はね、ちょっと動画とか撮ってたりしたら咳込んだりしたらね、この前の上がってるわさこれとか結構咳込んで大変やったんでね。なんかカットするのも結構カットせなあかんみたいな感じだったんですけど。はい、ということでね、まあとりあえず4対1ということで、はい、まあちょっと800に向けて着実にね、戻っていっている感じがします。はい、ちょっとこのフォーメーション強いなと、ほんまにちょっと思います。はい、またね、試してみたいと思いますので、見てください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。